毎度みゆちゃんです。今日は生理前の爆食です。はい、ってことでめちゃくちゃ今生理前でもう食欲がえぐい、もうなんか食べたい欲がやばすぎて、普通に食べてたらちょっと生理前とはいえさすがで罪悪感湧くから、やったらまあ YouTube の爆食にしてしまえばまだ普通にカメラ回ってないところで食べるより罪悪感が薄れるんじゃないかなっていうので、好きなものを頼んでんけど、急遽カメラ回しております。今日の私の夜ご飯はおうちでマーラータン。もうこれ週2ぐらいペースで食べてんねんけど、はい、おうちでマーラータンで、これはおうちで作りました。クリスピー&チキントマトのチキン、ソースはアーリオソースで、ブラックアーリオソースかな。キンパでーす。食べていこう。まあ普通のゆるいモッパン動画なんで、作業用 BGM だったりご飯用 BGM にして見てくれたらなと思います。まあ早速いただきます。チャラモッケスのニラー。でかやっぱマーラータンやな。これはお家でマーラータンっていう、これはウーバーじゃなくって通販で届くので、そこに自分の好きな具材ぶち入れて作るお家用のマーラータンです。いただきます。ミュウの好みはピリ辛味の、ここに白菜、きのこ、人参、あと豚肉か鶏肉、好きなもん入れて、あとトリュフオイルにとろろ昆布、これを足すのがミュウの鉄板カスタムです。毎日食べてても美味しいって何って感じやんな。このおうちでマーラータンが大好きすぎて常に冷蔵庫にはストック置いてます。まあ、いろんな味あんねんけど普通のピリ辛が好きかな。マーラータンってさ、癖強いイメージあると思うねんけど、これはほんまに日本人向けの柚子ピールとかが入ってて、癖なく美味しく食べれるマーラータンやね。しかも小麦一切使ってないからダイエットにもいいし、カロリーもラーメンの3分の1だからね、マジでね罪悪感なく食べれる。うん、おいしい。このクリスピー&チキントマトっていうところのチキンがほんまに美味しいねんな。チキンもうまいねんけど、このブラックアーリオソースがめっちゃ美味しい。これにダイブして、キャー、いただきます。うん、二度漬けオッケーよな、一人やから、うん、音聞いてほしい、うん、普段あんまさ、こういうチキンとか食べたくなることないねんけど、生理前やとたまになるというわけでした。明太子こちマヨキンパ、同じクリスピーチキントマトで買いました。食べました。うん、うんふん、うんふん、うんふん、もっぱんしながらもっぱんの YouTube 見ながら食べてる。もっぱん見ながらもっぱんすると食べべそう、モチベ上がる。うん、なんの、うん、マラータにね、ぜひトリュフオイル入れて食べてみてください。めっちゃ美味しいし、トリュフオイルってさ、ほんまに2滴ぐらい垂らしただけでめっちゃなんか味のランク一気に上がるような美味しさランク、大好き。うん、いやうまっ、ダイブ、キャー、このツヤ見て、アーリオソースに入れた時のこのツヤ、合わせの大根ついてきたから食べよう。
と最近あった怖い話聞いてくれへん。東京駅から家に帰ろうと思ってタクシー乗ったわけ。夜ね、こうまあ家に帰るまで乗ったタクシーがこう赤信号じゃないとこで止まったりするのね。でえと思って大丈夫かなと思ってたら蛇行運転しだして、で何怖い、何なんこの人みたいな。なんか初め普通によそ見かなと思っとってんけど、何回も繰り返すし、でもほんまに道の真ん中とかで急にこうスピードが落ちてピタッて止まって動けへんかったりすんねん。いや怖い怖い怖いみたいな。後ろから車来たりさ、横から車来たりさ、どうすんみたいな。しかも交差点の真ん中とかでも止まってたから、えワンチャンこの人居眠りと思って、すいませんみたいな、寝てますって言ったら、いや起きてますよって言われて、でまたミーが声かけたらビューンって進むねんな。ほんでまた止まんねん。でもうこれ絶対居眠りやんとか思って、すいません居眠りですかみたいな、居眠りやったらちょっともう降りますよみたいな、ちょっと降ろしてくださいみたいな感じだったんや、言ったんやんか。ほったら、え違いますよ、どこの道から行けば一番近いか今ずっとナビ見てたんですよとか言い出して、いや絶対嘘やんみたいな。それが 2,3 回あって、え、居眠りですか？いや、ナビです、みたいな。居眠りですか？いや、今道調べてました、みたいな。もうええってなって、ほんまに怖すぎて。いや、もうあと数分乗ったら家着くけど、いや、この人にミユの命預けられへん、みたいな。ワンチャン事故んぞと思って、あと数分の距離やったけど、タクシー降りて、もう一回新しいタクシー捕まえて、乗り換えてんけど、ひどいよな。基本移動はタクシー行動やから、月に何十回でタクシー乗んねんけど、初めて30年間生きてきて初めて居眠りの人に当たって、しかも居眠りって認めへん悪い運転手さんに出会った。あと数分の距離やったけど降りててよかったと思った。そんなとこで事故ってたらシャレなれへんしな。居眠りって認めたら会社電話されるとか思ったんかな。マジで怖かったんけど、まあ、死ぬほど感じ悪いタクシーのおっちゃんに当たったこともあるけどな。まだお会計中やのにバンみたいなドア開けられて、もう早く降りてくださいみたいな、冷たい空気入ってくるんで早く降りてって言われて、いや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 みたいな、あんたが開けるタイミング早かっただけやろってなったけど、たまにおるよな、めちゃくちゃ感じ悪いおっちゃんもな。でも逆にめっちゃ優しい運転手さんに出会ったこともいっぱいあるから、優しい運転手さんに出会うと、その日、これからの予定が、何でもうまいこといきそうな気がする。マジでテンション変わるなって、タクシー乗っちゃうんで。いつもやったら、このマーラータンいっぱいで、まあお腹いっぱいになるのに、バス入り前は違うね。マーラータンもんない。なのにまだ食べれる。みなんかさ、今こんなチキン食べながら話すことでもないと思うねんけどさ、骨削りたくて、ずーっと鼻とこの骨格だけマジでコンプレックスやから削りたいねんけど、どう思う？骨削ったことある人。骨削るって結構大ごとやん。ダウンタイムもすごいんかなとか思ったらめっちゃ怖くて、あと失敗、まあ失敗ってあんまりないんかもしれんけど、骨削って骨削らん方が良かったって思うことって多分ないと思うねんけど、でもさ、大掛かりすぎてちょっと怖いなっていうのと、あとやっぱりダウンタイムがさ、そのプチ整形とかじゃないからさ、多分結構いるやん。でもやるんやったら韓国に渡韓してやりたいんやん。韓国の先生にやってもらいたくて。ってなったら結構休みいるやん。そう、それが、まあ、個人 YouTube も、チャイティの方の YouTube もあるし、他の仕事もあるから、休み取れるかなっていう。そう、だから、その休み問題で、今ちょっとつまずいてたりもするねんけど、骨は削りたいねんな。怖いねんけど、やるんやったら一日でも早い方がいいなって思うの。やっぱり年いけばいくほどさ、傷の治りとかニキビの治りが遅くなるように、ダウンタイムも引き遅い気がするから、年いけばいくほどだから一日でも仲いいうちにやった方がいいんかなと思ってる。ほんまコンプレックスやねんな、この顔の骨格。なんか男みたいだね。男っていうか、いわ輪ゴム削りたいし、ちょっともうちょっとピッて、ここもちょっと押さえたいし、ここかな、ここかな、ここが高いのはいいねんけど、ここかな、
ち今エラももうちょっと削っといた方がいい気がする。韓国行って削りたいんだよ骨を。まあ、その前に痩せろよって話かもしらんけど、でも痩せてもそうこの辺はシャープになるかもしらんけど、もう骨はどうもいかへんよな。もう完全なこれお父さんの方のな家系のな骨格やね。全員この骨格してるから、伊藤家の骨格。長期休みが取れて骨削るってなった時にはまた YouTube で撮ろうと一応思ってます。ちょっと衣多めやな。一応衣だけのとこは食べんと置いてるっていうね。あと最近の TMI っていうと、編集ばっかして家引きこもりすぎてて、で、まあ、デート、まあ、彼氏と別れてデートもしてなくてやばいなってなってで相方の T から外に出てくれとデートしろミッションだって言われて、はい男友達とデートしたっていうデートっていうんかな、うん、で2人でキュンキュンするエピソードの話してて、それを相手がガチで好きな人やと思って言い合うっていうしょうもない遊びしててんけど、キュンでした何の話をそれって感じだな。普通に男友達、めっちゃ仲良い男友達なんだけど、その夜道歩きながらちょっとお酒入った後に夜道歩きながらっていうそのシチュエーションもありきでキュンとしましたね。今食べたとこめっちゃ美味しかったんだよ。これやばい、止まらん、どうしよう。一人で行くサイズじゃないよな。あと半分ぐらいしかないか。ダメだよね、全部食べちゃう。さすがにマラタン食べて、キンパもあと4キロしか残ってなくて、チキンも半分って。止めてくれ誰か。甘いもの食べたくなってきた。ローソンのミルクティー飲みたいな。みそれではほんまにずっと食べ続けてまいそうなので、皆様、ただのモッパン動画、ただの TIM 動画でしたが、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。それとあの骨削りについて、この骨格をね削りだと思ってるんですけど、その骨削りについて何かこう注意しておくべき点とかがあれば、あのぜひあのコメントで教えてください。よろしくお願いいたします。ってことで、ほなまた明日、バイバーイ。혼자서만